栄昇ラーメン行ってきました。今回はアゴだしラーメンにしました。煮干しラーメンとか東京ラーメンとか醤油豚骨とかいろんな種類がねあるんですけどね、今回アゴだしだったんですけど、これちょっとねめちゃめちゃうまかったです。まあちょっと期待しないでいった分っていうのも加味されて、まあ加味したとしてもうまいと思います。あとメンマがね、なんだろう、ああいうメンマね、いろいろいろんなところで食ったんですけど、ああいうメンマ大体ね味がついてないんですけど、ちゃんとね仕事がされてて、ね、うまかったですね。ちょっと他のラーメンもね食べてみたいと思っちゃうぐらいうまかったですね。周りのお客さんはなんか違う、いろんなアゴだしに頼んでる人の方が逆に少なくて、他のラーメンも絶対うまいんだと思います。これは絶対おすすめです。ぜひ皆さんも行ってみてください。以上です。